全国のスカポンタヌキの皆さん、こんにちは。ガチョスです。いや、ちょっと言い過ぎたな。ちょっと皆さん見てください、これ。ウィー。ウィー。作ってしまいました。王様戦隊キングオージャーに登場するンコソパ総長ヤンマガストが使用するヘッドホン、宇宙王編バージョン。キングオージャーの劇中衣装アイテムは通販サイトとかでゲットできると思うんですが、このヘッドホンに関しては完璧なヤンマガスト仕様のものがなかったということで、作っちゃえばよくねと思って今回作りました。ヘッドホン代にプラスして材料費1000円ぐらいでこれ作れますので、今日は作っているところを皆さんにお届けしていきたいと思います。今回、ヤンマガストのヘッドホンを作るにあたって、僕はめちゃめちゃいろんな通販サイトを探して、ようやくたどり着きました。おそらく、これ、このシモリオさんかなから出ているこちらのヘッドホン。これね、なんとね、キッズ用なんですよ。少し小さめになっているので、まあ、首に巻く前提でちょっと作っていきましょう。この模様の入り方と、ここのバンドの青、グレー、青の配色がおそらくこれだなっていうので一致したので、これを買いました。完全再現になるかわかんないですが、それっぽく作っていきたいと思います。まずはじめに、青と白。こんぐらいかな。調色が完了したら、色を塗ります。緊張の瞬間。これを塗ったらもう俺は後には戻れない。はい、あ、いい色じゃん。これをまずはこの部分で塗っていきます。この辺ついちゃっても一旦大丈夫です。後で。どうせここも塗るから。これね、エアブラシとか持ってる人はエアブラシで塗った方が綺麗になるかもしれないんですが、あえて絵の具で塗ります。で、一回塗ったらドライヤーで乾かす。もう一回重ね塗り。これと反対側も同じように塗れたら次。ここが今回のヘッドホン作りで一番大変な作業です。黄色とピンクの色を塗っていきます。ここのデザインに沿って塗っていくんだけど、塗る部分は今回のヘッドホンでいうこの、元から青くなっているこの部分、グルーっていうところと、こっち通ってここの細い、この部分も塗ります。重ね塗り前提で色を塗っていきます。まあ、こっち側は溢れても、乾かした後に用紙とかで削れば、ここの白いところについちゃった部分は外れるので、一旦こっちから塗ろう。多分ね、エアブラシ持ってる人はマジでこれマスキングだけしちゃえば、エアブラシで拭いた方が100倍綺麗に作れると思います。あ、やべ、めちゃくちゃ触ってたわ。ああ、最悪、めっちゃついた。はい、一旦塗れました。まあ、ちょっとこの辺はみ出てるのは全然綺麗にするんで大丈夫です。ここも後でちょっと塗ります。こんな感じで塗ったら、このはみ出た白い部分、ここを爪楊枝を使って削り取ります。こうやって削ると簡単にこうやって取れるんですね。こういう感じで綺麗に剥がせるんで、残りも剥がしていきます。黄色の絵の具を剥がし終えたら、反対側も同じようにピンクで色を塗っていきます。ピンクは色塗りが良かったので、2度塗りか3度塗りぐらいで済みました。黄色は6度塗りしたからね、大変だったわ。この辺、外側にはみ出る分にはマジで簡単に剥がせるんで、豪快に塗っちゃいましょう。一旦塗り終わったので、ここも削っていきます。ここまで塗り終わったら次、円の部分の模様を作っていきます。だいたいここが54ぐらいだから、5センチの丸を作ります。ここで用意するのが、僕はシレンペーパー1ミリの厚さのものを用意するんですが、これがないって人は黒の画用紙でも大丈夫です。黒の画用紙もしくはシレンペーパーを5センチの丸を作って切っていきます。ヤンマ総長のヘッドホンのマークが1章と2章でだいぶ違っていて、2章のティザービジュアルを見た瞬間にこうアップでいろいろ確認していたんですが、どうしてもやっぱわからない点があったので、第2部が放送始まってからのキャストさんのオフショットとか、キングオージャーのスタッフブログとかを見ながら頑張ってどうにかこうにか模様を見つけて作りました。はい、切れました。こんな感じかな。これをもう一個用意します。次、こう黒く塗っていきます。はい、2セット用意できました。そしたらこれにつけていきましょう。ここが一番大事な作業。ボンドをしっかり塗る。塗ったので、あ、やべ、ちょっと出ちゃった。ここに接着。うん、あ、いいね、いいね、いい感じ。ちょっとずらして接着。あ、いいね、それっぽい、それっぽい。これもつける。うい、片方つけてみました。あ、いい、いい、それっぽい、それっぽい。反対も同じようにつけます。すげえすげえすげえ、一気にそれっぽくなった。いいね。こうで、こうカッティングマシンで切ったカッティングシートを貼って、ここを塗ります。後で剥がすんで、一旦ベチャーってはみ出ちゃっていいっすね。剥がす。OK。
綺麗なカッティングシートをこれ通りに貼ることはきっとできないので、ちょっと多めに塗っておきます。黄色とピンク同じ要領で塗れました。そうしたら最後このカッティングマシーンでカットしたこのシートをいい感じに貼る。はみ出た部分はさっきのこっちでやったみたいに爪楊枝で削ります。 OKOK、 ピンクサイドも同じ要領で貼る。しっかり貼ってはみ出た部分を削る。ここまで来たらもうほぼ完成。最後の仕上げいきたいと思います。さあ最後、ヘッドホン同士をつないでいるここの青いチューブ、何で代用しようかなと思った時に100均で最高のアイテムが売ってました。それがこちら、ジャンプロープ、縄跳びです。これなんとね100均で売ってたんですよ。めっちゃいい感じじゃないかな、このチューブの感じ。ドンピシャじゃない？これをいい感じの長さにカットしてぐるってつけるっていう感じね。折り癖があるのでこれを直します。カット2本用意しました。そしたらさっきの縄跳びをぶっ刺すための穴を開けます。これね、このヘッドホン分解ができなかったのでケーブルがどこにあるか分かんないんですね。なので穴を開けた瞬間に中のケーブルが断線してヘッドホンとしての役目を終えてしまう可能性があるんですが、ここは自己責任でいきたいと思います。ヤンマくんのオフショットを見る感じ、この辺りに穴が開いてる。いけ、めっちゃ優しくやろう。あ、ちょっとビビりすぎたわ。もうちょい行きます。あ、やばい、めっちゃ刺さった。大丈夫かこれは。一気にいってしまったが大丈夫かなこれ。ちょっと音楽聞いてみよう。無事に音は生きている。 OKOKOK、 これだけ穴を開けても大丈夫ということが判明しました。そしたらあと3箇所穴を開けます。4箇所穴開け完了。穴を開け終わったのでここに縄跳びを入れたいんですが、もちろん入らないんだよな。そしたらこの中の青いチューブだけをむき出しにする、削る。こんな感じでむき出しにしたらきっと入るはず。この穴の部分に入った。あ、完璧、ジャストサイズ入るわ。これを4穴分やります。いよいよくっつけていきましょう。この穴に縄跳びをぶっ刺す。ぶっ刺したらアロンアルファくっつけちゃいましょう。てかアロンアルファで縄跳びってくっつくん？グッと押し込む。ここでキープ、ぶっ刺す、ぶっ刺す。これが乾いたら最後にこの銀の紙、高さ 1.5 センチ、長さ5センチの銀紙を用意します。これをさっきの縄跳びの取っ手とかでこうぐるっと丸めてあげて丸め癖をつけます。これを1個、2個、3個、4個作ります。さっき止めた縄跳びのこの部分にぐるっと丸めるようにくっつける。改めて王様戦隊キングオージャーに登場するンコソパ総長ヤンマガストのヘッドホン宇宙王編バージョン完成しました。めちゃくちゃかっこいいわ。いい感じっすね。まあ、なんかよく見るとここの青がもうちょい水色だったなとか細かい部分いろいろありますが、この辺の柄とかね、いい感じにできたんじゃないですかね。そして何より100均で売っていた縄跳びがこんな素晴らしいパーツになるとは。いいね、ペローンって感じですね。でこれキッズ用なので頭につけるとこの耳当てがちょっと外側に向いちゃうんですけど、まあまあまあいいでしょう。耳に当てるっていうよりはこう首に巻くこと前提で作りました。で一応僕はこのヘッドホンをちゃんとヘッドホンとして使いたいのでこの辺のケーブルは活かしでいるんですが、完全に小道具として使用したいってなったらもうこのケーブルブチ引き抜いて縄跳びブスさせばより完成度高くなるかなと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。改めて今回の材料はヘッドホンにプラスして赤、青、黄色、白、黒の絵の具と縄跳び、銀紙、僕はカッティングシートとスチレンペーパーを使いましたが、この2つに関しては黒の画用紙で代用可能です。そうした場合両面テープを買ってもらえばたった9個の材料でこれだけ作れますので、ぜひ皆さんもやってみてください。今回のヘッドホンがいいなと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントもじゃんじゃんお待ちしております。リクエストがない人は王様戦隊キングオージャーの好きな話数を書いてくださいということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あざっす。